つけ、久本里氏は、日本の元男子バスケットボール選手、指導者。沖縄県出身。ポジションは、SG、SF。背番号は24。小学校時代には、バスケットと野球を掛け持ちで、野球ではエースで、野球の大会終了後にそのままバスケットの大会へ、直行などのエピソードも、中学から本格的にバスケット一本に専念。 福岡大王堀中が在学中、第11回アジアジュニア選手権大会に、長谷川誠や古田悟ら大学生に混じり活躍。優勝に大きく貢献した。日本大学を経て、1995年に、ジャパンエナジーに入社。イスズ自動車、日立を経て2006年に、トヨタ自動車移籍。スーパーリーグや、オールジャパンの優勝に貢献する。 1998年に開催された世界選手権の日本代表に選ばれるなど日本を引っ張ってきた選手の一人である。また、元ジャパンエナジーでは最後の JBL 現役選手であった。2009年引退、同年札幌大学のコーチに就任。ジャパンエナジーの先輩で信仰のある内海地州ジョモサンフラワーズヘッドコーチは、 同大学を率いた経験もあっての抜擢とされる。2014年から JX、エネオスサンフラワーズのコーチに就任。ありがとうございます。